ピエロリスペクトをご覧の皆さん、こんにちは。DJ の竹村清子です。2014年10月24日、10月25日、埼玉スーパーアリーナでピエロのライブが行われました。今回は10月24日、25日、ライブ終了直後にピエラーの皆さんにたくさんの声を伺いました。一人でも多くのピエラーの声を届けたいので、早速行きたいと思います。まずは10月24日ライブ直後のピエラーの声です。ボイスオブピエラー、最後までお楽しみください。今日いかがでしたか？夢でした。8年前はこんな日が来ると思ってなかったので。そうですよね、はい、メンバーの皆さんお疲れ様でした。また明日よろしくお願いします。明日来ますか？はい。今日特に印象的だった、これが聴けてよかったとかいう曲ありますか？雲の糸とセピア。セピア最後、感動的でしたよね。はい、ありがとうございました。今日いかがでした？いや、もう最高でした。本当懐かしい曲ばっかりやってくれたんで、はい、もうそれ どの曲が特に上がりました？いや、もうアドルフ上がりましたね。本当やりました。あ、もうアドルフ上がりましたね。朝できてませんか？大丈夫ですか？いや大丈夫ですよ。もうそれだけです。でも本当に特に誰が好きですか？いや、僕はもうあの全員が好きですよ。いや、あのまああのね、彼らがやってたライブハウス浦和ナルシスでよくライブやってたんで、もうあの懐かしい限りで本当、あの花束のところにも浦和ナルシスって書いてあったんで、それだけは本当に感動しました。本当どうでした？いや、単純にかっこいいですよね。やっぱり今の人たちと比べるのもちょっとあれですけど、やっぱり駆け引きなしでやってる人たちなんで、あ、すげえかっこいいなっていうのはやっぱり単純に思いますよね。まあアドルフで上がるっていうのは分かりますね。特に誰が好きですか？キリトですかね。どうですか今日のキリトさん？いや、やっぱり久々に戻ってきてもやっぱりキリトはキリトだなっていうのはやっぱり思いましたよね。アンジェゴでやってもピエロでやってもやっぱりキリトはキリトだし、すげえかっこいいなっていうのはやっぱり思いました。じゃあピエロのメンバーに一言メッセージお願いします。いや、今後期待しますね。いよいよ待ってます。はい、今日どうでしたか？あの、この機会を与えてくれて本当にありがとうございます。あの、本当に8年前が皆さん、私もなんですけど、すごい精神的にやられてるって、まさかもう二度と見れないと思ってたんで、今日本当に夢のような時間をありがとうございます。特に今日自分的にここは来たっていうところありますか？曲いや、もう曲もなんですけども、5人全員が揃った時ですね、やっぱり。で、あとメンバー同士 の絡みや、あの肩組んでない時はもう、あとアイコンタクトがしっかりしたのがすごい嬉しかったです。今日はキリトさんのコスですが、今日のキリトさんいかがでした？いや、もうかっこいいです。明日も来ますか？明日も来ます。じゃあメンバーにメッセージお願いします。はい、明日もすごい楽しみにしてます。頑張ってください。ずっとついていきます。はい、埼玉スーパーアリーナ前、5人のピエラーさんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。ね、8年ぶりだと思えない感じ。思わなかったですよね。自然に体が動いたよね。覚えてる。覚えてる。楽しかった。8年ぶりじゃないね、全然。8年ぶりって感じしないよね。知りませんでしたよね。あれ何なんでしょうね。なんか何の違和感もなくて。ピエロマジック、ピエロマジック。でも最初出てきた時どう思いました？バーンって出てきた。竹雄みたいな。バーンって。特になんか嬉しかった曲とかありますか？あれ全部だけど、うん、セピアも嬉しかったよね、最後ね。セピア最後良かったですよね。鬼と桜、鬼と桜来てた。アテナ、アテナ、アテナ、よかった。あとハーケン雲って続くと超楽しい。やっぱ特にアンコール、やっぱりピエロ来たって感じしましたよね。あれは醍醐味、醍醐味ですよね。めっちゃ来ました。最高ね。なんかでも泣いたけども超楽しかったっていう印象があるんですけど、私本当に最高、ね、ね、楽しかった。笑いの方が多かったかな。多かった、うんうん、泣くよりね。明日来ます？明日来ます。じゃあそれぞれメンバーに一言ずつメッセージをいただいてよろしいですか？はい、キリト大好き。竹を愛してる。ジュンくん、明日も頑張ろうね。キリト大好きです。キリト、明日も頑張ってください。ピエロ最高。
ボイスオブピエラ。まずは10月24日ライブ終了直後のピエラの声を聞いていただきました。いやー、24日のライブが終わった後めちゃめちゃ楽しかったですよね。明日は一体どうなるんだろう。そんな気持ちで2日目を迎えたかと思うんですが、さて10月25日のライブ終了後は一体ピエラーはどんなことを思ったのか。それでは10月25日ライブ終了直後のピエラーの声をどうぞ。ライブご覧になっていかがでしたか。最後のアンコールがですね、もう久しぶりに暴れても疲れちゃいました。すごかったです。この一体感が、会場の一体感がもう忘れられないですね。これずっともう多分胸に秘めて生きていきたいと思います。ピエラのメンバーに一言メッセージお願いします。本当ありがとうございました。もう感動ありがとうございましたって言いたいです。ありがとうございました。今日のライブいかがでしたか。いや、ピエロに言葉はいらないってもう8年経って本当にそうだなと思いました。今メンバーにメッセージを伝えるなら。待ってます。ピエロだけ待ってます。今日のライブいかがでしたか。すっごい楽しかったです。夢のようでした。すごくいい感じです。なんか喋ると泣いてきますよね。どうでした。今日楽しかったです。すごい、なんかでもあんまり久しぶり感がほんとしなくて、いや、なんかなんていうんですかね、なんかいつものって感じがしました。まるでなんか別のライブ DVD 見てるみたいでした。変わらなかったです。なんか いろいろな変化があったけどあんま変わってないなと思いました。あ、自分が泣きながらもすごい笑顔ですけど、じゃあメンバーに一言メッセージお願いします。好きです。また会えたら嬉しいです。応援、ずっと応援してます。頑張ってください。お願いします。はい、といい大人になってたくさん辛いこともできるようになったけど、でもやっぱりこうやって楽しいライブだと生きててよかったって思います。ありがとうございました。アメリカ人の方お二人にお話を伺いたいと思います。ピエロのライブご覧になっていかがでしたか。あ、もう最高でした。で、なんかピエロの音楽のせいで日本語を学んで日本に来て、なんかほんまに最高でした。じゃあピエロのメンバーに一言メッセージをお願いします。あ、まあ、ほんまにありがとうございました。なんか本当に本当に心の底から愛してますから、これからも応援してます。ありがとうございます。I thank you so much. You're amazing. You're wonderful. Keep being as awesome as you always have been. Thank you. Thank you so much. Thank you. 席でずっと動けなくなってるなと思ったので、お話聞きたいなと思って来ちゃいました。今日のライブいかがでしたか？もう感極まりました。チャイルドが…いや、チャイルドは私も、もうなんか涙止まらなくて。お稽古思い出しちゃって。キリトが誰もいないしモテを見たのを思い出しちゃって、うん、私も行きました、あのオーケストラのコンサートで。キリジャーなんですごいそれが残ってて、うん、もうボロ泣きしてました。いろんなことを思い出しましたよね。まさか最後ここでね、うん、行けるなんて、なんか生きててよかったなぐらいに私は思ったんですけれども、思いました。で、あのキリトさんがいろんな話もありましたけれども、今メンバーに伝えるとしたらどんなことを伝えたいですか。明言しないでくれてありがとうっていうのが少しで、やるかもしれないっていうのがピエロらしいなと思って、全部一応バンド追っかけてるんで、またこれからの5人を見ていきたいなと思います。ありがとうございました。はい、それではピエロのライブの感想をお願いします。はい、ピエロまだ両手で数えられるぐらいの今日ライブの参戦だったんですけど、奇跡的に最善で見ることができて、本当にあの今まで頑張って生きてきてよかったなって思いました。ピエロのメンバーに今一言伝えとしたら、はい、このライブをあの8年間すごい私もずっと待ってたんですけど、本当に今日昨日と今日やってくれて本当にありがとうございました。またいつになるかわからないけど、それまで私も多分ファンの人もみんな頑張って生きていくと思うので、また機会があったらこうして素敵な場を作ってください。あのキリトさん の, あの MC を聞いて、はい、なんかすごくやっぱり辛いこととか大変なこととかもあるけれども、今日まで頑張ってきてよかったと思ったし、これからも頑張ろうかなって気持ちに私はなれたんですけども。そうですね、キリトさんの MC すごい心に響いて、本当に過去も
大切だし未来も大切だけど、やっぱり今生きてる時間ってすごく大切だなと思って、今このライブ参戦した今もすごく大事だし、これからの先たくさん今っていうのがあると思うけど、一瞬一瞬目をそらさずに生きていこうって思いました。お互い今を大事にして、はい、そしてまたみんなで笑い合いたいですね。そうですね、はい、またこれぐらい成長できたよっていうのを、うん、どこかのこのピエロの機会のライブでこれぐらい頑張れたよ、これぐらい成長できたよっていうのを見せられたらなって思います。お互い頑張りましょう、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ボイスオブピエラいかがでしたでしょうか。皆さんの声をこうして改めて聞いていて、私が今涙が止まりません。本当に皆さん本当にいろんな声をありがとうございました。私は2010年4月12日からこうして取材をしてきて、本当に幸せでした。いろんなことに気づきました。そして、このピエロの再結成で感じたことを大事にしながら、私自身も今をしっかりと生きていきたいと思います。ボイスオブピエラ、お送りしてきました DJ は私、竹村清子でした。また皆さんにお会いできることを楽しみにしています。今日も音楽があなたにとっての味方でありますように。バイバイ。